おはようございます、辰巳です。というわけでね、私今中野北口の日本レンタカーにやってまいりました。はい、なんで私は今日ね日本レンタカーにいるかと言いますと、今日はですね、まあドライブに行きます。で、まあちょっとね旅をして美味しいもの食べたりという軽い旅行、小旅行をねしたいと思いまして、で今ね仲間をね待っている途中なんです。はい、まだは来てないですけど、ちょっとね待ちたいと思います。眠いっすね。あざっす。おはようございます。おはようございます。それだけです。私たち、2人じゃないですよ。ただまだもう一人の方がねいらっしゃってないんで、ま、遅いね。ひたすら待ちたいと思うんですけども、もう一人の方がね来るまでちょっと、あ、ちょっと映ってないんすから。おはようございます。あの映ってないところで通り過ぎるっていうボケやめてもらっていいっすか。おはようございます。おはようございますじゃないですよ。今日はですね、そうだ、お二人にちょっと説明しなきゃいけないんですけど、箱根目指します。ざっくり箱根を目指して美味しいものと、また温泉にも入って、まあちょっとサービスエリアなどなんか美味しそうなものがあったら、つまんでいただき二人に、あ、いいですか。あ、僕は多分お腹いっぱいになってると思うんで食えないと思いますけど。いいだ。というわけで出発しますよ。うん、はい、行ってきます。うん、さあ出発しました。お、回ったかい。はい、いや、安全でしょ。安全運転、うん、安全運転でお願いしますね。うん、頼むよ。うん、安全だけはね確保しとくんで。辰巳ネットワークだから、これ撮ってあげて。10時10分。いや、それ笑うのおかしいよ。じゃあお願いします。いや、これもう俺だけの運転じゃなくて順番に運転していきますから、じゃんけんで決めましょう後で。でも俺免許ないけど大丈夫。は？え、何それ。そう、先生免許ないんだよ。免許ないんですよ。絶対帰り寝るやつじゃん。嫌だわ。嫌だ。ようやくパーキングエリアに到着しますね。あ、パーキングエリア。はい、海老名でございます。おお、海老名やっぱ有名ですから。なんか海老名来るとさ、やっぱり初めて来る人はみんなテンション上がるって聞くからさ。上がるんじゃないですか。大好き。すげえ楽しみ。え、そうなんですか。海老名サービスエリア大好き。うわー、美味しいものもあるんですか。美味しいものばっかよ、ここ。あら、自衛隊もいますよ。自衛隊いっぱいいました。海老名を守ってんでしょうね。いや、もう渋滞してて、いっぱい美味しそうなのもあるな、これ。わー、パラダイスがある。パラダイスが、うまいもの横丁なんて、こんなんだよ。マジでうまそうだな、これ。いや、食べて。普通にかわいい。なんと我らが兄さん神戸さんがご馳走してくださるそうです。優しい。ありがとうございます。いやー、これ美味しそう。めっちゃうまそう。中身が違うんすね。カレー山菜。ワンチュー。あ、なるほど、中身が。あ、箱根の方ですね。そうだね。神戸さんめっちゃコミュニケーション取るタイプ。そうだよ。旅人なんすね。はい、じゃあ買ってきました。じゃあ一個一個開けていきましょうか。ちょっと待って、俺知らない。あ、結構買ってるんすね。あの、この後食べ放題行くよ。バカ、食べる食べる食べる。バカじゃないですかそれ。これチーズベーコンで、かまぼこみたいですね。かまぼこって言ってましたよ。ごぼてんが入ってて、かなり上質なかまぼこらしいです。ひだ牛コロッケ。ひだ牛コロッケ。あの、ソースはお好みでって。お母さん。そうなんだ。で、僕みんなで食べようと思ってね、はい、肉巻きおにぎり串。私前 YouTube でてんやの肉巻きをあげてるんですよ。これはどうなのかなっていうのちょっと気になりますけども、おにぎりなんだけど、こっちね、はい、こっち注目してほしいの。チャーハンを巻いてるの。これはね、これはやっぱエビな。これは美味しいと思う。いただきます。いただきます。あ、うまっ。うまっ。これチャーハンからいきました。やっぱその中身も味濃いとより楽しめますもんね。うん、僕これ食べて正直めっちゃ後悔してます。ビール飲みたい。上がります。京子さんどうですか。僕もこれね、飛騨牛のひき肉がね、ゴロッと入ってる。非常に美味しい。なり恥じない。飛騨牛コロッケの何、食べ応えはあるのね。あるある。やっぱりね。かのさんのちょっと一口です。いいよ。チャーハン少しかじります。うん、あ、ビール。ビール。京子さんビール。これやばいです。これやばい。これ牛。これ牛がこう。僕多分前食ったの豚です。あ、なるほどね。この牛の香り強いからめちゃくちゃ美味しいですね。いやー、エビナいいな。エビナいいっすね。これはたまらん。テンテンテレンテンテテ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 
チーズかまぼこ、すごくチーズの味が濃い、うん、チーズかまぼこにベーコンがこうなってるのをイメージしていただければ、はい、それをバリッと焼いてあります。テン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 。その音楽なんすか？席替えの、ご機嫌用の席替え。全然気づかなかった。あー、これうまいわ。これ美味しい、これ美味しい。テン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 。どういうこと？美味しい、美味しい、美味しいです。美味しいじゃん。あ、美味しい。あ、美味しい。うわ、あ、食べ放題いいんじゃない？ここで食べ放題しようじゃん。あそこ、うまいもの横丁で食べ放題する。うん、スタンダードな肉巻きおにぎり串。ん、味付けが違うんですね。うん、全然違う。これ焼肉の、焼肉の濃いタレ。本当だ、コリアン風ですね。じゃあ僕もいただきます。でんでん、こら、誰の手羽だよ。誰の手羽だよ。エミナで一笑いを。あ、YouTube ね、笑い必要ないんですよ。コリア風のあの味付けな感じだね、焼肉の感じ。ごちそうさまでした。これからまた別のとこ行きます。カナさん、はい、僕もう運転しないんでビールお願いします。してよ。それだよ。大丈夫。お前は飲むな、むしろ免許持ってねえから罰として。じゃあまた後ほど、バイバイ。明日食べ放題、食べ放題。マジ、あれマジなの？焼き栗のところに菅野さんが立ってますね。まだ空気ですかね。まだ空気ですね、これ。いただきます。結局お前も食うんかい。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。